こんにちは。ちか先生です。はい。じゃあ今日の日本語チェックです。はい。彼女は結婚指をはめないところを見るともう別れたのかも。はい。ここのポイントは、えっ、ー、と、2つですね。ポイント。はい。まず1つ目は指。指はフィンガーですから、えっ、ー、と、リングだったらこれは、えー、指。 は指輪リングですねはい指輪ですねはいでもう一つはえっ、ー、とここですねはめないところを見るとのここのはめないのところですねこれは1回だけじゃないですよね今彼女は結婚指輪をもうずう はめなもうですねもう昨日もはめない昨日もはめない一昨日ももうずっとはめないっていう時は「何々ていない」を使いますはいこれは「ずっとしない」という意味ですだからはめていないこれがいいですね 彼女は結婚指輪をずっとはめていないところを見るともう別れたのかもになります、はい。ポイントですね。はめないだと1回だけでもずっとしないときははめていないと言います、はい。じゃあちょっと復習しましょう。はいじゃあ 昔は日本語を勉強したけど、もう今はしない、もうずっとしてないっていう時は、今はもう日本語を勉強していません。はいと言います。していません。していないいでもいいですよ。今はもう日本語を勉強していません。 この意味は、前はしてました。たくさんしてました。でも今はもうずっとしません。はい。じゃあもう一つ。昔はよくテニスをした。でも今はしない。っていうときは、今はもうテニスをしていません。はい。していない。これも同じですね。はい。昔はいっぱいしました。でも今は ずっとししまませせんん今はもうテニスをしていませんポイントね、このもうですね、はいま。もうはもう終わったんだよっていう意味があります。だから日本語の勉強はもう終わったんだよ。テニスはもう終わったんだよっていう感じですね。はい。さあ、OK でしょうか。じゃあ、復習しましょう。彼女は結婚指輪をはめていない。 ところを見るともう別れたのかも離婚ですねはいそれでは今日もありがとうございましたまたね